はい、ということでね、本日は、こちらのドラッグスター400というバイクをね、自分が所蔵、あの、所、持っているんですけど、本日はね、こちらに CC バーっていうものを作っていきたいと思います。ここにこういう、まあ、なんでしょう、背もたれみたいに見える CC バーっていう、あれ、なんで CC バーっていう、なんか理由はわかんないですけど、とりあえずそいつを、今日は作っていきたいと思います。あ、今ね、ちょっとちょうどピンポーンっていうのが来たんで、一回話したんですけど、はい、今日は CC バーを作ろうと思います。で、見てください。もうね、買ってきました。ちょっとまたピンポンが来ましたね。ということで、CC バーを作ろうと思って、こちら、ホームセンターで今ちょうど買ってきました。これがね、3600ミリだから360センチぐらいのステンレスの棒ですね。鉄パイプか迷ったんですけど、塗装したくなくて、まあ、したくないって面倒いとかじゃなくて、この銀の色のままが良くて、で、鉄だと錆びるから、まあ、ステンレスにしました。ちょっと高かったんですけど、まあまあまあいいんじゃないでしょうか。で、今からこれを、カットして、で、曲げて、まあ、つけるって感じですね。どういう感じでつけるとかは、まだあんまりは決めてないんですけど、まあ、とりあえず、高さをね、100センチぐらい出したいんで、ここの部分からね、ここの部分から100センチぐらい高さを出したいんで、まあ、だいたい200とか220ぐらいで一回カットしていきたいと思います。はい、ということで、今ね、サンダーを準備したんで、こちらのステンレス用のサンダーでここを切っていきたいと思います。ここはだいたい220センチぐらいですね。どうやって取ろうかな。かなっていうことで、とりあえず切り終わりました。ちょっと B さんとかだったんで、火花が飛んで熱かったっすね。はい、次の作業に行きます。はい、で、とりあえず今ね、曲げていこうと思ったんですけど、曲げる方法って、このステンレスっていうか、まあ、この棒を炙って、で、あのバーナーで炙って熱くなったところを曲げるっていうやり方もあるらしいんですけど、それやるとなんかワンチャン普通に折れちゃうかもしれないんで、こうやって、本当は多分ね、丸いパイプがいいんですけど、丸いパイプがなかったんで、適当になったこの鉄のこれをこうやって中に入れて、こっちも、で、こうやって曲げようと思います。まあ、曲がるか分かんないけど、とりあえず、でね、若干これが細いんで、これに若干タオルとか巻いて、ここになんか入れて、曲げてみようと思います。はい、とりあえず一発目曲げてみました。もうめちゃくちゃすぐ曲がったっていうか、柔らかいですね。まあ、これ薄いんで、これ中空洞だし、まあ普通の鉄の棒とかでやるかも迷ったんですけど、なんか軽い方がいいかなと思って。で、ここ俺後ろ人乗んないんで、これに直接そんな体重がかかんないんですよ。なんでこれ自体の強度もそんなにはいらないかなと思って。はい、でも曲げたらちょっとね、ここに亀裂が入っちゃったんで、どうだろうね。まあ、最悪ここはまあ溶接します。でも一応ね、今回のこれ溶接なしでできるようにしたいなと思ってるんですよ。こんな感じで、ここ先端はここを潰して、ここの固定して、フェンダーには、ちょっと見せます。何や、さっきこのね、この部品を買ったんですよ。見るかな、これ。この丸くてこうなってるんで、これなんていうかわかんないですけど、これをここにこうやってつけて、穴開けて、で、ここに通せば、まあ、おしゃれで、なんか溶接もなしでできていいかなと思ったんで、とりあえずちょっといろいろ試行錯誤してみます。これをね、今ここを曲げてこうなってるんですけど、ここをね、うまい感じでもうちょっと曲げたりしてみようかなと思います。はい、
はい、ということでね、続きっすね。ちなみに今の時間は2時9分ですね。気温は36度。まあ直射日光なんで多分もっとありますね。マジですげえ天気がいいです。ということで今ね、とりあえず切ってここを曲げて、このね先端を潰して穴を開けましたね、このドリルで。でそれをここにまあつけるんですけど、次にね、まあ、曲げないといけないじゃないですか。で普通になんか普通に大まかにやると、まあこんな感じに曲げたいんで、ここを今曲げようと思ってます。最初あれで曲げてたんですけど、まあ、こっち曲げちゃってるんで、もう鉄パイプは入んないんで、これで、まあ、曲がるかどうか試しています。ではとりあえず曲げていきます。はい、現在ちょっと今曲げてみました。若干ね、若干なんですけど、ここをちょっと曲げて、こことここ2箇所曲げました。こっちはね、角度が多分ね、こんぐらいでちょうどいいんですよね。こんな感じで、ここは間が空いてて大丈夫で、これのちょっと一回見せようか。ちょっと待ってください。こいつが、まあどうつけれるかわかんないですけど、こいつがこの辺でこんな感じでついてくれれば、多分タイヤにも干渉しないんで、うん、こんな感じかな。つついてくれればいいんで、次はねそれに合わせてこっち側も曲げていきたいと思います。こっち側の方がこのなんていうの、ここまでのステーまでの幅が広いんで、ちょっと曲げる角度を工夫しないとかなと思います。とりあえずやっていきます。あー、ちょっとね飯食って一旦休憩してたんですけど、外がね綺麗ですね本日も。ということでね、これをこんな感じになって、でね、このパーツをこういう感じでフェンダーにくっつけるために、ここに穴を開けていきたいと思います。こちらちょっとね、もう今ちっちゃい穴をね、まあ、開けちゃったんですけど、フェンダーにね穴開けるのそれ初めてだったんで、マジで怖かったです。これ普通にフェンダー外すか迷ったんですけど、まあなんか外さなくてもできそうだし、こっちの方がうまくいきそうなんで、とりあえず外さないで穴を開けてみようと思います。ではちょっとこのままやっていこうと思います。うん、大丈夫か心配だけど、まあやってみます。はい、見てください、ここで穴を開け終わりました。ここですね、ここ穴を開けてこれが入りました。なんでひとまず完成みたいなもんですかね。まあ、これはちょっと今ここにナットつけてないんですけど、内側ナットでここにもナットやって、まあ今ゴムワッシャーがないんで、これゴムないと塗装剥げちゃうから、ゴムワッシャー後で買ってつけたいと思います。でここはまあ、あの丸なんで隙間あるんでちょっと動いちゃうんですけど、それは大丈夫です。これはこれがこう、この CC バーが前後に動くのを防ぐための、まあステーみたいなものなんで、ここ1点とここで2点止め、まあ一応、まあ、でもこれ自体にナンバーとかテールランプとかつける予定ないんで、こういう感じにしました。で、まあ、使わないときはなんか簡単に取り外せるように作りたいなと思ったんで、これだったら、はい、そうですね、できました。これね、溶接なしで作ってるんで、まあ家にね溶接機がないとかっていう人でも作れるような作り方のおすすめでした。まあ、クオリティは低いか高いかで言うと低いとは思うんですけど、まあ初めての CC バー製作にしては良かったんじゃないでしょうか。とりあえず片付けていきます。はい、ということでね、もう CC バーが完成しちゃいました。ちょっと途中からマジでずっと動画撮るの忘れてて、今友達も来てて、友達のバイクも一緒にいじったりしてたんですけど、もうずっと YouTube 撮ってなかったんで、もう忘れてましたね、撮らなければいけないこと。まあ、とりあえずこんな感じで完成したんで、今日のところはこれで終わりにしたいと思います。明日はね、ここのブレーキのホースをつけて、とりあえず運転できる状態にはなりますね。まあ、俺の足があれだから運転はまだできないですけど、まあとりあえず早く運転するのが楽しみです。ということで今日はこれでおしまいです。じゃあねー。